まあ、僕が東京に今住んでるんですけど、はい、その住む前に、うん、東京にこあの来ることがあった、いとこがいるんですよ、東京に。ほうほうほう。で、まあ、あるところ、場所とかあんま言わないんですよ。まあ、自分はでも、うん、まあ、蒲田に住んでるんですよ。蒲田、あ、そうなんです。そうなんです。で、そこのいとこんちに毎年冬になるとこう遊びに行くっていう行事がありまして、で、冬休みの間はいとこんちで過ごしてるんですけど、はい、まあ、その最中、ちょっとこう、変わったことがあったなっていうお話を、なんでしょう、ちょっとしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。このお話は、僕のお父さんの妹、うん、まあ、おばあちゃんの娘ですね。僕のユタのおばあちゃんの娘が、東京の方とご結婚されたんですよ。で、今蒲田の住んでるんですけど、はい、まあ、その、いとこんちに毎年冬を遊びに行く時に、うん、まあ、じいちゃんとばあちゃんと、その当時はじいちゃんとばあちゃんと僕とで、うん、3人でいつも行って遊んで、まあ、ね、夢の国行ったりとか温泉使ったりとかね、そんなことをしながら、冬休みを過ごすっていうのが定番だったんです。で、その時も行って、まあ、いとこんちに泊まりつつ、ちょっと冬は今年はもうその年明けまで行っちゃおうかみたいな感じだったんで、あ、いいねみたいな感じでちょっとこう東京にいさせてもらったんですよ。で、その時ですね、いとこんちで、まあ、おばさんが、まあ、妊娠されて子供を産んだ後で、うん、そのお子さんがまだちっちゃかったんですよね、うん、まだ2歳とかで男の子で、すごい本当にこう走り回って遊ぶことがちょっとこうギリギリできるかできないかみたいな感じだったんですよ。走ると転ぶぐらいの感じの子だったんです。すごく可愛くて、で、僕よく遊んでたんですよ。で、まあ、その子と遊んでると、家の中でそのある一箇所 の、 その和室というか個室があるんです。その6畳ぐらいの個室があって、そこにタカタカタカって入ってって、壁見てなんか「ああみたいなこと言うんですよ。で、リアクションしかしないんですね。「ああああってリアクションして、で、お母さんおばさんが、まあ、連れに行って「何何何してんの？」って。で、その部屋って、まあ、寝室みたいな感じで寝るとき使うんで、基本暗いんですよ。子供ってこう暗がりに一人で行かないじゃないですか。ない、ね、怖がる。で、なんだろうと思って、ね、子供いるか分かんない。で、思ってたら、あ、なんかいるのかなって、なんとなく察して、うん、言ってしまえば僕と同じ立場なんで、僕は長男の息子ですけど、うんうん、はい、で、その子は娘の子供なんで、同じ孫なんですよ。うん、ばあちゃんがすれば。そうか、そうか。はい、そしたらばあちゃんはそれを遠くの方からこうやって見てるんですよ、うん、その子がこう行ってああっていう、うん、で見てて鼻で笑ってるんですよ、うん、何と思って僕はその間に座ってたんですけど、うん、その子をパッと見て何かいるのかなと思って見ようとしたら、ばあちゃんがおいお前幽霊見ようとするなよって言われたんですよ、うん、ってなって、うん、え、何って言ったら、人のお家で幽霊見ようとするな、こんなのまだお前若いからいらんこと言うよって言われたんですね。え、何何と思ってパッと見てる時にばあちゃんに、まあ、バレないようにというか、まあ、言われたんですけど気になりすぎて、うん、パッとこう見たんですよ、はい、そしたらその和室の奥におじいさんみたいなのがその空中で浮いてるみたいな状態でこう正座して座ってたんですよ。正座して空中で浮いてる状態で、うん、でえってなって、でもなんか見たことってなって、うん、そしたらそのいとこんちの、まあ、旦那さん側 の、 そのご先祖というか、その写真があったんで、あ、なるほど、そこで見たことあって、そうかそうか、あ、いると思ったらその子が、まあ、あって言うんですよ、うん、で、あ、それ見てるんだって思って僕は納得したんですね、うん、で、この子見えるんだなっていう認識の中で、その年はまあ帰ったんですけど、そこから2年後ぐらいにまた行ったんですよ。で、その時に、この子が遊びたいって言って、うん、もうある程度喋れるし、走り回れるしっていう状態だったんで、遊びたい遊びたいって言うから、お母さんとその遊んどいでっつって遊びに行かしたんですよ、うん、そしたらもうめちゃくちゃとんでもない顔をして帰ってきた、おばさんが。何があったの、うんうん、おばどうしようみたいな、うん、お母さんどうしようみたいな感じなんですよ。何があったのって言ったら、うちの息子が、うん、その公園に行って、うん、で公園で急になんかこう
我を忘れたかのようにお母さんに手握られてるのに行きたい行きたいって言ってその遊具の方に向かって走ろうとするんですって。で何って言って、あ気をつけなさいよって、いつもそこでこう鳩に餌あげたりとか遊ぶのに遊具に走っていくなんてあんまなかったから、しかも遊具で遊んでる子もそんなにいないんですよ。何友達いんのと思ってパッて話したらブワーって走ってって、滑り台のところにバーッと登ってって、滑り台を滑るんだと思って気をつけないよって言ったら滑り台からジャンプしたらしいんですよ。うおーすげえな、危なっていうか、しかも誰かと喋ってる感じで後ろ向いて後ろに向かって、怖っ怖っ、で親からしたらハッてなって、なるよーってブワーッて走るじゃないですか、で下で泣いてるんですよ。うわーって泣いてて、何って言ったらその子が、あお兄ちゃんがって言うから、何って言ってパッてその滑り台の上見たら中学生ぐらいの男の子ハッて笑ってパッて出たらしいんですよ。怖っ、指さしてで、ってなって、はっ、なんか見ちゃいけないもの見ちゃったと思ったら、いなかったみたいな感じのことがあったんだと、それで、どういうことってなって、もうばあちゃんも、あ、そうねって言って、その子に、まぶやって言ってその魂を落とすっていう、はい、そこ、なるほど、そこ行ってまぶや入れといて、お家から近いの、近いよって、じゃあちょっと行っておいでって言って行って、そこでこうまぶやを入れて戻ってきたんですよ、そしたら、そのおばさんが下の子に、あんたなんか変なもん見えるの、言ったら、僕の顔見て、ばあちゃんの顔見て、その子がお母さんに見えないって言ったんですよ。なんか察して、見えちゃダメだったんだ、怒られちゃうって思った。なるほどね、やっぱ子供だから、空気読む、子供ながらにね、子供ながらになんか見えないって言って、よかったって言ってるおばさんの抱きしめられてる状態でこの肩から出てる、その子はもうなんか嘘ついちゃったみたいな顔してるのを見てるぞ、後ろから。あ、なんか俺はばあちゃんが近くにいたからそうだけど、ばあちゃんみたいな人が近くにいない時に見えてる人って親に嘘つかなきゃいけないんだって思ったのが切なかったっていう、そんな話です。うわ、なんか怖いしね、なんか子供のなんか悲しいね。でもなんかまあ今も大きくなって中学生だ、高校生ぐらいなんですけど、その時になんかお前見えんのみたいな話したら、見えないよって言いながら僕の上見てるんですよ。うちの地元に、まあどことは言わないですけど、大きな橋があるんですよ。その橋っていうのが、深い海の深いところをこうかけてる橋なんで、上からこう釣りができるんですよね。橋の上から。そう、橋の上から釣りができて、で夜でもその橋自体にこう電気がいっぱいついてるんで、街灯が、めちゃくちゃ明るいんですよ。だから、警察の方もよくパトロールで見回りするんですけど、まあ釣りしてる人に関しては声かけたりとか、見た目が中学生とかね、そういう子供じゃない限りはあんまり声かけないんで、結構そこにあの途中に駐車場があったりとかするんで、結構デートスポットにもなってるような場所なんですよね。でそこに僕の友達が、夜釣りに行った時の話なんですけど、夜釣りに行った時にそのいつも釣ってるところのポイントよりもちょっと奥の方を島の方に渡っていく途中なんですけど、その島寄りのところで一回こう車を止めて、ここから投げたことないな、なんで投げないかというと船がそこの下を通るんで、昼間だと投げられないんですよ。なるほど。でも、船が通るからやっぱ深くなってるから、大きい魚いるんじゃないかって言って、その友達はそこからこう垂らして垂らしてんですね、で、そんな遠くにも投げずそのまま真下にポトンと落としてただ待ってるっていう打ち込み釣りっていうタイプの釣りをしてたらしくて、で、そのまま10分20分経ってそろそろもう餌ないかなと思ってこうガーッと上げようとしたら、こうグッとこう、あ、多分これ根掛かりしたなみたいな、引っかかってるんだ、でギューッと引っ張るとちょっと浮くんですって。でドンと下に落ちる、うわっ、なんかこう持ち上げられる程度の石に引っかかってるわ、あーめんどくさいね、あーもうこれめんどくさい、切れない、こう引っ張ったからといって切れないかといって上げると竿がダメになる、これ縦にこうこうやって持ち上げないといけないのかなと思って、ぐーっとギリギリまで紐あの糸やって、竿を立てて糸を捕まえてこうやってグーグーって下からこう上げていったらしいんですよ。でグーって下から上げていくと遠くの方からあーあーって声がするらしいんですね。ん？ってなってギュッてここをこうやってずっと持ち上げるとだんだんそのあ
あーっていう声が近づいてくるんだ、うん、あれこれなんだろうと思いでこうバーッと上げてったら、その街灯の光は橋の下までは見えないんですけど、この暗い橋の下からなんか人の色みたいなものが、ちっちゃいのがこの糸の先についてるんですよ。それがどう考えても風の音でさっきまでかき消されてたけど、赤ちゃんみたいな声がする。そう思った瞬間にその友達はびっくりしてそれを話しちゃった。するとシュ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 ボチョンって音がして、あーボチョンで音がなくなるんですよ。なんか変なの釣ったかも、何だったんだろうと思って一応糸を巻いたらしいんですよ。そしたら、まあ、糸ガーッと巻けて、うん、さっきのものがついてなかったんです。あ、よかったと思って、だ餌もついたまま、ただ針だけがぐにゃーって曲がってたらしいんですね。うわ、これもしかしたら本当に生きてる何かを、うん、僕は引っ掛けちゃったけど今落としたことでもしかしたら死んじゃったかもしれない。なるほど。なんか LED のめちゃくちゃ光る電灯を下に向けたら、はいはい、そこには何にもなくて、なんか数匹のクラゲが見えただけらしいんですよ。あ、なんもないわ、なんかあったら多分浮かんでくるもんなって思った時に、その橋の足の部分あるじゃん、はいはいはい、真っ暗なんですけど何かがそこから見てるんですって。でもライトは当てられないんですって、ね、誰かいるのは分かるんですって。ただ海の中から出てる橋なんですよ。だからそこ立ってるって感覚はあるけど海面なんですよ、はいはいはい、でも見れない。で手もだんだん震えてきて、これはまずいと思ってそのまま、釣り道具を片付けて、家に帰ったらしいんですよね、はいはい、でその後に僕らにその話をしてきたんですよ、はいはい、こないだ釣り行ったらさって言って、うん、そうなんだって僕も聞きながら、へーって言って、俺なんかついてないとか、いや今見た感じついてないけど大丈夫だよって言ったら、うん、よかったお前に会うまでずっと俺怖くてさ、もうあれ以来もう釣り行けてないんだよみたいな話をして、うん、でその話があって僕それをまあうちの兄貴にちょっと怖い話好きだから話したんですよ、うんうん、そしたら、あそうなんだ、まあそらそうかって言って、そらそうかって何って言ったら、え、知らないのって。あそこさ、お前らが知ってる橋、大きい橋できる前にもちょっと橋あったんだよ、うん、うん、古い橋を壊して新しい橋ができたんだよ、うん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 、そうなんだ。それあそこの島から そこの島で、漁師の嫁がいたらしいんですよね、うん、はい、その漁師の嫁がちょっと病気持ちの人で、うん、なんか子供ができにくかったと、うん、ただ漁師さんとも頑張ってやっと子供ができて、でその子がやっぱちょっと病的な感じの子だったらしいの、体弱くて、はいはいはい、だからちょっとこう風邪ひいたりなんやかんやするとすぐ病院に、でもその当時まだ橋がなかったので、うん、漁師だから一応船をね持ってその本島に行けたんですけど、旦那さんが漁に出かけてる時に子供が体調崩しちゃって、はい、助けて助けてって言ってるけど、もうあの嵐の真っ只中で船は出せないって言われちゃって、どうしようってなった時に、そのお母さんがパッと海見に行ったら、もう土管町でほぼ何ですか、陸部が続いてる感じだったらしいんですよ、本島も。なるほど、うん、これいけるぞってなって、あのもう旦那も帰ってこないし、うん、どうせこの状態だと船で帰ってこれないから、うん、もう私が行くしかないって思って、うん、背負った状態で土管町のその水が引いてる状態の海の中にバーッと入っていったんですけど、うん、真ん中の方でどん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 水が上がってきちゃって、そのままその方亡くなってしまったらしいんですよ、子供も一緒に。その時に、その方の、まあ、怨念みたいなのがここに残っちゃダメだっていうことで、あれ人柱になってるらしいよっていう話を聞かされて、もしかしてこの話つながってるかもねっていうお話があった。いやー、なるほど、いやーすごいな、まあ、昔の歴史と今の人が体験したお話がちょっとリンクしてるみたいな。ちょっと、まあ、なんだろう、その伝説とかであり、剣の伝説とかそういうのに乗りそうなお話、うんうん、乗ってるんですよ。あ、乗ってんねや。その昔の話が、そうなんだ、伝説として乗ってるんですよ。なるほど。僕、まだ喋ってないやつ。あ、そう。とかでもいいんですか。いやいやいや、全然ありがたいです。お願いします。いいですか。本当にここ最近を見た。ばっかりのお話。ほやほや。なんですか。はいはいはい。僕、東京出てくる前、まあ、沖縄でもずっと、うん、
車の運転をさせてもらってたんですよ、はいはい、あのまあ、沖縄だとこう電車とかないんで、車の文化ですもんね、はい、基本的に車から行くみたいな感じで、だから18からずっと車の運転してるんですけど、うん、まあ、東京に来て、まあ、電車を覚えて、うん、であの、まあ、スイカとか使わせてもらって移動してたんですけど、まあ電車に乗るとみんなこう僕をこう見て、うん、大きいなというか、あの椅子に座ったら両サイド誰も座ってくれませんし、あの立ってたらお風呂上がりなのになんか周りの空間がでかい、やっぱまあ一風変わってるんだろうなと、うん、はい、皆さんから見た時に、はいはいはい、それだと僕は迷惑かけてしまうと思って、うん、今でもあのバイクとか車で移動させてもらってるんですよ。そうなんですね。はい。で、あの、まあ、東京の道あんまよくわからないんで、うん、やっと最近こう慣れてきたんですけど、あのよく使う道、大きい道があるんですよ。うん、はいはい、まあ、あのここでいう4号って呼ばれてる道なんですけど、まあ、そこが車線も多いし見渡しもいいんで、うん、あの沖縄と違って道路がボコボコしてなくて、すごい走りやすいんですよ。東京沖縄ボコボコ結構してるのは、ね、ボコボコしてるし、もうアップダウンがすごいんですよ。だけども東京そんなのはなくて、いつもなんか走りやすいなと思って、はい、あのたまにこう嫌な気持ちになった時にドライブ行ったりとかするんですけど、そんな僕がドライブをしてる時にですね、あの信号待ちをしてるとすごいこう後ろから違和感というか、なんか視線を感じて、うん、と思って、なんだろうと思ってパッて後ろ見たら、あのタクシーがこう信号待ちに並んでるんですけど、僕の車の斜め後ろにこうタクシーが止まってるんですよ、うん、そしたらそのタクシーがこう平たいやつじゃなくてボックスタイプの、あ、ありますね、最近多いよね、まあ、ありますよね、うん、あのタクシーが止まってたんですよ、はい、で、なんか視線感じるな、運転手さんかなと思ってパッて見た時に、助手席の窓から女の人が外を向いた状態でこうスーンといるんですね、はいはい、でゆっくり手出してこう手振ってきたんですよ。あ、まあ、それが完全に透けてて、うん、まあ、お化けだなっていうのがあったんで、なるほど、僕は見ないようにしたんですよ、うん、はいはい、あ、これ良くないなって、向こう認識してきてるわけだって、手振ってこっちを見てる感じだったなるほど、あ、これもしかしてもう俺バレてんのかって思ってて、でも渋滞すると本当東京って車が動かないんで、はいはいはい、もうずっとなんかこう外を見る雰囲気でなんとなくでこの辺見ても手振ってるのまだ分かるんですよ、ね、怖手振ってんなと思ってどうしようかなと思ったら、うん、その右の車線がゆっくりこう動き出したんですよ、うん、うわ真横に来る真横に来ると思ったら、うん、本当に、タイヤ1個分ぐらい前に進んだんですよ、うん、そしたらなぜかタクシーの後ろの席に移動して手を振ってるんですよ、うん、と思ってなんで後ろの席に移動したんだろう、うん、なんなら僕にこうね問いかけたいとか、はい、目が合いたいとかっていう気持ちだったら、うん、後ろの席に行くより絶対前に乗った状態で横に来るべき、ね、うん、気づいてほしいんだったら、でなんならタクシー真横に止まってるんですよ、うんうん、何これと思って、うんうん、もうバレてるんだったらいいやと思って見てやろうと思って、うん、ガーって見たんですよ、うん、ガーって見て、うん、初めてそこで分かったんですけど、うん、僕の車の後ろに乗ってたんですよ、おー、なるほど、僕の後ろに車の後ろに乗った状態で窓が開いてるから外に向かって手振ってるんですよ、うん、はい、あー怖っ、それに反射したやつを僕は見て、なるほど、あ、なんだそこじゃなかったんだここにいたんだっていう、なるほどね、に気づいて、その時に僕がどうしようかなって、うん、でも外に向かって手振ってるとしたら、うん、これもしかすると僕には気づいてないぞと、僕が見えてることに気づいてないぞと思って、まあ、家にこう車を走らせて、まあ、家に行こうとしたらやっぱりこう視線を感じてついてきてるなって分かるんですよ、やっべえどうしようかなと思って家に帰って、まあ、あの僕がいつもやるお笑いの仕方で、まあ、ボウルにお湯を溜めてそこにあの博多の塩をこうつまんで入れて綺麗に溶かして頭からゆっくり流して、あの僕には何もできないからあのそばにいるのやめてほしいっていうことを言いながらこうゆっくりこうかぶってシャワー浴びたらそれが取れたんでよかったと思って、へー、意外と視線を感じて何かいるんじゃないかと思ってこう見渡してるとき後ろにいるってよく聞きますけど、そのパターン本当にあるよっていう、なるほどね、怖いですよね。僕の知り合いの話とかも聞いたことあるんですよ。その、ああ、そうなの。ベルゲンガーに出くわしたのも、しかも、バスの中で、
次の駅に行くまでこう何度も見て、自分本人は一番その運転手さんのすぐ後ろの席に座って、うんうん、で乗ろうと思って入ってきた時に中間のドアあるじゃないですか、先端で中間のドアの手前の席に座ってる人がどう見ても自分だったらしいんですよ。いやおもろすごい。でえってなってびっくりしたけど、うん、なんか、うん、ドッペルゲンカーって見ちゃいけなかったよなっていう思いでお金を入れつつこう席に座って、はいはいはい、最初携帯電話の反射で見ようとしたけど見えなくて、うん、なんかこう腰を鳴らすふりしてこう振り向いてこうやって見て、やっぱ俺だなっていう、その次の駅に行くまでむちゃくちゃ怖かったらしいんですね。いや怖いよねそれね。すごい。ただ本人その人もふわーっとなんかこうカバン持ってバーって降りてって普通にそのバス停で降りて普通に街の中に消えてったみたいなのを聞いた時に、いるよドッペルゲンガーはっていうことを言われたことある。認識したよねそこでね。そいつ今も生きてるんで別に死ぬとかっていうのはないのかなって、ね、本人が見ててもかなと思うんですけどね。なるほどありがとうございます。ちょうど昨日かな今日かなアップしたやつが米軍基地で働いてた時のお話なんですけど、そのバーに来てた兵隊さんがもう結構年取ってる方で、でまあお酒飲んで帰ろうとした時にもう酔っ払っててカードで払ったんですけど、そのカードをカウンターに置き忘れて帰っていったんですよ。で僕はその人がこう入り口から出ていくのを見届けて Thank you って言ってパッてテーブル見たらそのカードがあって、そしたらその人が座ってたすぐ横にこうきちっと立ってるこの兵隊さんがちょっとこう斜め上見て立ってる状態で立ってたんですよね、うん、で僕いつもだったらそういうのを全部無視するんですけど、うんうん、あカード忘れてるわと思ってそのカードに触れようとした瞬間にその兵隊さんが、まあ、英語でですけど返せって言ったんですよ、うんうんうん、で僕それにびっくりして分かってる分かってるって普通に返事してしまって、あで、ああ、ちょっとついてこられるかもと思ったんですけど、そのカードを持ってその兵隊さんにこれ忘れてますよって渡したら、その人の横をその霊がずっとこうついてたんですよね。だからそのなんか多分兵隊さんとかやっぱこう自分の命を預けた方なので、もしかしたらその人が例えばこの世にいてもあの世に行くってなったとしても、うん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 、その部下たちはその人の背中を追いかけるというか、追いかける、ね、それぐらいの団結力があったんだろうなって思ったら、ね、海外も日本も変わらんのだなって、うん、絆的なね、はい、その軍団というかね、その隊員たちの中のいい話ですね、ジオンさん。そうですね。ちょっとじゃあ読ませていただきます。じゃあ安くお願いします。はい、お願いします。ちょっと名前だけ匿名で、匿名というかあのなしでいきます。なしで。はい。はい。私が20代、女性の方ですね。私が20代の時に、ストレス性突発難聴になり、病院に入院することになり、はい、入院中のお話なんですけれど、夜中目が覚めてトイレに行って一服しに喫煙所に行った時に、一人のおばちゃんがストレッチャーで運ばれてきた時のこと、ガラガラガラってね、ストレッチャーで運ばれてきたとこ、多分このおばあちゃん今日持たないなと話している声が聞こえてきたと、でちょっと待ってくださいね、今ビューってなっちゃって、そう言われたのを思って、自分の病室に戻ろうとエレベーターに乗ってチーンって病室の階に、着いたんですけど、エレベーターはナースステーションの前で両サイドに病室ん？エレベーターはナースステーションの前で両サイドに病室、降りて左側に私の病室、左側に黒い廊下があって、そこに黒い人影で私を見てシッって指をこうしてシッってやってる、素振りをしているものが見えたと、そう思うとそれはスーッと、さっきのおばあさんのところにの病室に入っていくのが見えました。でナースステーションはてんやわんやになってるその横を通ったんですけど、これって安さんが言う死神ですかねっていう、
お話ですね。なんとなくその病院の方たちもその方が運ばれてきた時にちょっとこれ今日持たないかもななんて話をしながら飛んできてて、それが聞こえていやちょっとやだなと思いながらエレベーターに乗って、まあ、自分の階で降りたらナースステーションがざわざわしてる横で黒い影がシーってやってて、そのおばあちゃんが運ばれた部屋にスーッと入っていくのが見えた。これは全に死神のね動きやもんな。言うなみたいなことを。そうだと思います。ね、見たことは言わないでっていうことなのか。見えてるんだろう、分かってるよな、はい、言うなよっていうことですよね、多分これね。だから自分が見えてしまったこの状況はやばいですかねみたいな質問だと思うんですけど。多分そこのおばあちゃんの方に向かってるところを見かけられて目が合っちゃったから、見えてるんだったらこのこと言うなよって言ったのかなってちょっと思ったりするんですけど、動き的にはやっぱ完全に死神っぽいですよね。死神っぽいよね。うん。さっきの一個お話のことをちょっとふと僕思い出したのがあって、おうおう、あの兵隊さんのおじいさんのやつあったじゃないですか。はい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 。僕昔ばあちゃんに一回だけお前神様見たことあるかって言われて聞かれたことがあって、ないよって言ったら、キッチンの上にこうガラスがバーっとこうすりガラスがバーっとあるんですけど、一応、はい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 、今からあっち神様が通るから見ておけよって言って見てたら、本当にふわふわふわってこうティンカーベルみたいな緑の光がビヤーって通ってったんですよ。すげえ。でえって言ったら、あれは火の神様だよって言われたんですよ。なんか俺神様って緑色してんのかなって今なんか聞いてたら、なんか守る、何かを守るとか、ね、そういう神様って緑色してんのかなって。じゃあ守ってくれたのかもね、思ったんですよ、ね、舞台長をずっと。ですね、今日お話しするお話はですね、はい、僕が中学生の時にあの体験したお話なんですけど、中学生、はい、中学生の頃あの学校にこう行くのがなんかちょっとダサいみたいな時があったんですよ、うん、あ、まあそうですね、まあ、ずれてるわけではないんですけど、まあまあね、はい、あ通りますよね、みんなね、そうですね、僕は特に。でその時に僕らがよくあの遊んでた公園があって、はい、まあ、その公園が、まあ、大きい滑り台があって、うん、まあ、遊具が充実しててっていうところで隠れやすかったんですよね、うんうん、なるほど、大人が来たこと、はい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 、で、まあ、そんな中で、まあ、新しくこうここどっかなんかないのかなってやってたら、うん、この公園の後ろがちっちゃい山みたいな感じになってるんですよ、うんうんうん、草木が生い茂っていう感じだったんで、はいはい、そこにこう獣道みたいな道が通ってるのが見えて、あそこ行けんじゃないかっつって、うん、で友達と3人ぐらいでこう登ってったんですよね、うん、でバーッと登っていくと、まあ、僕らの地元の海が一望できるぐらいバーッと開けたところが出てきたんですよ、なるほど、で、あ、ここめっちゃいいじゃん、うん、ここは大人も来ないし、うん、ここ俺らの秘密基地みたいにしようぜってなって、ね、うん、まあそこであの学校途中で抜けたりとかしたらそこに集まってみんなで喋って、はい、まあ夕方までに行けば誰かしらいるみたいな場所になったんですよ、うんうんうん、なるほど。ただそこで僕あんま行かなかったんですけど、はい、まあ、その理由があって、その獣道を歩いてる途中に、はい、なんか防空壕の跡みたいな、ちっちゃいこうなんかこう穴が開いてるスペースがあって、そこの下にあの木の葉がいっぱい落ちてるんですけど、そこに埋もれるようにあの東京のお墓とかによくこう刺さってる木の板みたいなのあるじゃないですか、あれがバラバラバラってこう散らばってるようなスペースがあるんですよ、で何本も、はい、何本もこう散らばってる。で僕らはその沖縄の他にそういうのがないので、あ、そうなんですか、はい、沖縄はね、なんかちょっと違うんですよね、そうなんです、形も違ければもうやり方も違うので、うん、なるほど、なんかこう馴染みがなくて、はいはいはい、逆にこうなんか怖くないというか、あ、そうか、東京とかだとね、あれ見てイコールだから怖いっていう、ね、墓場がね、いっぱい転がってたらちょっとね、やばいやばいってなるけど、うん、見慣れてないとそうなるんだ、そうなんですよ、なんかなんとなくこう、スキーの板みたいな感じではいますよね、はいはい、なんだこれみたいなので、話してたんですよ、はい、で、まあ、僕の友達の一人に、ともくんっていって、うん、まあ、身長低くて、まあ、猿みたいなやつがいたんですけど、はい、ほうほう、みんながもう猿とか、と、う、も、ん、とか呼ばれてるようなやつが、うん、なんかこう、そこの広場でみんなで喋ってる時に、はい、あそこの穴ってなんだばっていう話になったんですよ。わかんない、うん、
あ、覗いてみないか、うん、いやいや危ないだろ、うん、なんかこう、いや危ないよ、絶対行かない方がいいよって言ったら、いや俺だったら入れるぜみたいな、ちっちゃいからね、うん、でみんなが、いやいや、やめとけやめとけって止めたんですけど、うん、じゃあ俺見てくるから中の様子見たいから、うん、ちょっと僕にヤスちょっと携帯貸してライトを使いたいから、感じで渡せ言われたんで、うん、つってこう渡して、でもなんか気持ち悪いなとかやばいなと思ったら出てこいよって言ったら、うんうんうん、あ、分かった分かった、大丈夫大丈夫って言って、うん、こうほふく前進で入ってったんですよ。勇気あるな、マジで行くんだこいつと思って、うんうん、で汚いですし、はい、下も草もいっぱいですし、はい、大丈夫かなと思ってこう腰ぐらいまで入ってって、うん、太ももまで入ったぐらいで、うん、引っ張れって言われたんですよ中から、うん、引っ張れと思って僕らも足つかまえてこう引っ張り出す、うん、そしたら友が僕の携帯と何かを抱えてこう出てきたんですよ、うん、で 何持ってるって言ったらジャーンって言って、うん、頭蓋骨の骨みたいな、うわすげえな、僕らにこう見せてきたんですよ。怖っ。で僕もおいって言ったら、うん、友の中でソフトボールだと思ったらしくて、うん、そうだと思ってなかった、頭蓋骨だと思ってなかったので、ね、しかもライトで当てた時はソフトボールのこの目、この前指、はいはい、もう見えたらしいんですよ、うん、なるほど、だから絶対ソフトボールだと思ってこう掴んで、はいはいはい、引っ張って抜け出してバッと出したら頭蓋骨だったんですよ。うわすごいな。で友もうわってなってびっくりしてこの穴にこう投げ返しちゃったんですよね。でお前やめろって言ったらその立ち上がった拍子にその板みたいなのをバキバキって何枚こう踏んじゃったんですよ、うん、でうわっつって切ったねみたいに言ってて、うん、お前絶対何かあるぞバチ当たるぞって言ってて、で僕は正直見えるんで、うん、あの友がその瞬間に友の後ろが暗くなったんですよ、うん、何かがつくとかじゃなくて、うん、後ろからこう友だけ暗いところにいるように見えたんですよ、うん、すごい不思議だね、でお前やばいなって言って、うん、何かあったら俺にまず連絡しろ、うん、でばあちゃんまだ生きてるからで、はいはい、お笑いしてもらえるかもしれないから、うん、大丈夫なんもないやんって帰ってたんですよ、うん、で次の日学校行くじゃないですか、はい、来てないんですよ友が、うん、そうだよなと思って、もう僕からしたら絶対来ないよなって思ってたんですよ、はい、で2日目、はい、来ないんですよ、うん、電話してもなんか親が取って、ともくんどうですか、体調崩してるから今日も休むって言われてだけしか、うん、ああそうなんだって言って切って、うん、で3日目、はい、来ないんですよ、うん、いやこれ絶対やばいパターンじゃん、もう僕も昔から心霊系の映像をよく見てたんで、うん、もう3日以降やばいっていう、うん、感そういう感覚があるんですね。なんか3日連絡取れなくて会いに行ったらなんかいなくなってて、そこからもう連絡取れませんパターン、ね、多いじゃないですか、多い1週間か3日じゃないですか大体、まあまあ、そうやね、そうかもしれない、その感覚で3日目に連絡してお母さんの声震えてるんですよ、トモさん部屋から出てこなくなってしまってって、まあまあ、えってなって、うん、もう学校終わってすぐ友達と2人で会いに行って、はい、どうもーっつって会いに行くんですけど部屋から出てこないんですよ、うん、はぁ大丈夫かってコン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 ってやるんですけど、母親があんたたちどこ行ったの、どこに友を連れてったの、うん、もう怒ってるんですよ、うん、いやごめんなさいおばさんちょっと待ってよって、うん、ガチャガチャガチャってやってたらカチンって開いたんですよ、うん、そしたら中で、うん、ダダダダダダって落として、は何と思って、うん、ゆっくりドア開けて、うん、中バーって入って開けたら誰もいないんですよ、誰もいないって思って、うん、あれおばさん友部屋にいるんだよねって言ったら、おばさん怖がってこう外から覗き込む感じで、あれ部屋から出てないよって言って、近くにあるトイレとかもパンパンっていないんですよ、うん、ともいないってなって、そのまま消えるパターンのやつだな、頭の中一瞬こう、うん、そしたら僕の友達がいたって言うんですよ、うん、何って言ったら、うん、ベッドの下に一番奥まで入って隠れてて、うん、ベッドの下からこうやって僕らのこと見てるんですよ、でトモ何やってるんですか、出てこいって言ったら、あのよいしょよいしょ嘘って言って、はって言って、うん、いやいやもう出てこい出てこいって言って、でも引っ張り出して、うん、うちのばあちゃんと連れてって、うん、でばあちゃんに見せたら、まあ、亡くなった兵隊さんみたいなのがの霊がついてると、うん、しかも日本の兵隊さん、その沖縄の人じゃないです、あなるほど、日本の兵隊さんの霊がついてしまってるって言って、うん、しかも1体じゃなく
何体だから暗く見えたんじゃないか、なるほどなるほど、でお祓いしてもらって戻って家帰ってきたら友の腕が動かないみたいな感じになっちゃって、でなったらこうなんか傷とか入ってるんですよ、かきむしっちゃって、バーってなってて、でってなって、もうお前とりあえずもうお祓いしたからとりあえずもうなん変なところに行くなよと、でも本人もビビっちゃって、いやもう行かないで、一人にしないで、一人にしないでみたいな感じになってますね。まあ精神的にやばくなってるなと思ったら、この学校に次の日来なくて、また5日目も来なくて、あれってなってまた行ったんですよ家に。そしたらやっぱ精神的におかしくなって病院通ってるとっていう話になって、うわーって思ってて、そしたら上級生が僕らのその噂を聞いて来てくれたんですよね。で、いや、トモなんかあそこ行ったみたいだな、ああ行きましたっつって、あそこ俺なんかの泊まり場だよ、いやでも僕らずっと使ってますよ、ああ俺なんかもう一時よく行ってたよ、あそうなんですかっつって、お前何々って先輩覚えてるか、いや覚えてないっすね、一学期の後半に俺なんかあそこ見つけて、あそこでみんなでたむろしてて、そいつが中が気になるなって言って近づいてったら、その板を見つけて、板でスキーだって言ってバキバキに踏んだんですって、そしたら次の日そいつ腕肩から下まで全部バッキバキに骨が折れて、両手がベランベランになった状態で病院に運ばれて精神に病んじゃって未だに入院してんだから、いやすげえ、だから多分トモ帰ってこないぜって言われて、僕らはもうそこに行くのをやめた話です。先輩にもいたって同じパターン、そういうことやった人が怖いっすね、怖い。でその先輩の友達は何が原因でこう折れたの？ないんですよ、家に帰ってきて、起きたらいいだって言って起きて、親がどうしたのって言ったら、もう腕ベレンベレンになって、腕がって言って、そのまま病院運ばれて、それでそのまま精神病院入っちゃった。これはすごいっすね。そのトモ君っていうのはちなみに今も連絡はつかないんですか？そっからは連絡取ってないです。一応その近い友達が、ね、はい、6、7年前に最後に見たと言ってたんですけど、見た目がもうあんなにちっちゃくてっていう友がパンパンに大きくなって、見た目も変わってて、頭も剥げ上がってるみたいな感じになって、もう見た目昔の面影は一切ないから多分出会っても気づかんよって言われたんですけど、まあ、生きてはいます。でもそういうことがあるんで心霊スポットはもうおすすめできないなっていう話。なるほどね。ですね、この話僕が、はい、ちょっとまあ自己紹介がてら、はい、僕あの沖縄出身、さっきも言ってもらったんですけど、はい、沖縄出身で、はい、僕のおばあちゃんがユタという沖縄の霊媒師の仕事をしてたんですよ、はいはいはい、なのでちょっとまあ、お化けに関わることがもう昔からというか、はい、家にお化けがいるっていうのがまあ普通の家庭だったんですよね、はい、で僕もまあちっちゃい頃からお化けが見えていて、まあ、その相談をできるのがまあ僕のおばあちゃんだったんで、はい、おばあちゃんにあの幽霊は危ないやつなのとかいいやつなのとか聞いて、あれは危ないさとか、これはまあ自分なんかの身内だからちょっと喋りかけられて、例えばおばあどこにいるのって言われた時に答えてあげてもあげるぐらいはいいんじゃないかとか、まあそれぐらいのことをこう教えてもらってたんですよ、はい、でまあ普段からお化けを見続けると、まあ、周りから変な目で見られたりするんで、うん、おばあちゃんがまあちっちゃい頃から見る時と見ない時のまあスイッチみたいなのを教えてくれたんですね、はい、ほうほう。でまあ、小学校の時はやってもこうどうしてもこう見えちゃったりとか、まあさっきお話の中出てきたみたいに体調が悪い時に見えてしまうのも辛いと思うんですけど、僕は逆で体調がめちゃくちゃいい時に見えるんですよ。いっぱい眠っていっぱいご飯を食べて体調いいなっていう時はめちゃくちゃ幽霊見えるんですよ。だからスイッチを切ってても勝手にパカーンって開くんですよね。気がついたら見えてしまってるみたいなことがあって、であのちっちゃい子供ってよくお化けが見えるとかそういう話聞くじゃないですか。僕思ったんですよ、僕大人になってから、まあ、そのスイッチの入れるオンオフを自由にできるようになったんじゃなくて、ちっちゃい頃って元気いっぱいじゃないですか、だから僕常に見えてたんじゃないかなと思うんですよ。なるほど、はい。でそれでまあ中学校3年生になった時に、ある程度このスイッチのオンオフができるようになったんですけど、
あの友達の家に遊びに行こうってなって、そこが10階建ての団地だったんです。新しくできたばっかりの、はい、結構綺麗な団地で、で、友達が、先にじゃあ俺帰っとくから、うん、お前後から来いよ、俺の家10階なって言われたんですよ、うん、あ分かったって言って飲み物買って、もうちょっとバカだったんでエレベーター乗って10階に着くまで気づかなかったんですけど、うん、上がって団地の真ん中にエレベーターがついててガッと上がるじゃないですか、はい、10階に着いたら右にも左にも10軒ぐらい家があるんですよ、どれってなって、うん、友達の家は、うんうんうん、あれどうしようと思って、うん、そしたらタケルってやつだったんで、はい、タケルいるかって、まあ、シーンとしてるんですよ、うん、えと思って、でも一軒一軒こうピンポンピンポン押すのもあれだなと思って、うん、とりあえず右側から攻めていこうと思って右側の一番奥まで行ったんですよ、はい、でタケルって言ってたら右側の一番奥にこう階段があって、はい、そこの階段の下からちっちゃい男の子の霊がなんかウォーみたいな、ワーみたいな言いながらわーっつってこう上がってきたんですよ。でタカ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 って上がってきて、僕ぶつかりそうになった瞬間にそのスイッチをオンにしてるつもりじゃなかったんで、うん、人の子供だ、はい、人間だと思って、はい、あごめん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 って避けちゃったんですよ、うん、そしたらバッて振り向いて僕の顔見てニーニーって言われた瞬間にその子の後ろ側にある家のこの玄関の下の部分とか、外に置かれてるキックボードとかが全部透けて見えたんですよ。あ、亡くなってる子なんだと思った瞬間にその友達と飲むために持ってたジュースをグッとこうお腹の方に持ち帰って、タケル、タケル、お家入れてタケルって言って一軒ずつこう行くんですけど、一回端まで行ったもんだからこのエレベーターのところに行くまでのこの10軒の間ずっと僕の足の周りでニー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 ねえニーニーってずっと言われてます。いやすごいついてくるなと思って、うん、あでもついてくるなとも言えないし、うん、お願いだから来ないでくれって心の中で思うだけで、うん、タケル出てきて、お願いお願いお願い、どこにいる、お前聞こえてんのか、おいって言ってたら返事がないんですよ、はい、あどうしようかなと思ってその後ろがもう手すりになってて外が見えるんでパッて外覗いたら公園のところのベンチに友達、同じ制服着てる友達がいたんですよ、うん、あれタケルかってなって、うん、あいつ公園に先に行ってたのかな、うん、ってことは下に行けばいいんじゃんと思って、うん、上からタケルって呼んでるけど聞こえないんですよね、うん、10階だから、うん、だそいつはもうずっとこういう携帯いじりながら座ってるのが見えてたんで、うん、あもう一回下に降りようと思ってエレベーターの方に向かって僕はちょっと早足でもう子供ついてきちゃってるからどうしようと思って、うん、早足で行ったんですよ、うん、そしたらその間もずっとニー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 って言いながらついてくるんですけどエレベーターの中に乗ったら乗ってこないんですよね、うん、エレベーターの前に立ってるんですよ、うん、でニー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 って悲しそうな顔してて、でもごめんなと思いながらも一回押してエレベーターのドアがガーッと閉まってカチンって閉まってこのちっちゃい窓の中からこうやって覗けるじゃないですか、うん、そこから見てた時にはーって悲しそうにしてた男の子が急にパッて顔変わって階段に向かってバッて走り出したんですよ。えこいつ今から1階まで来ようとしてないかと思って、おその瞬間にうわなんかホラー映画みたいと思って、うんうん、やばいやばいと思ってなんかこう、うん変わることはないのに1階のボタンを連打したんですよ、はいはい、なんかこうよくあるじゃないですか気持ち的にそうですよね、はい、早くついてほしいみたい な,、はい、なんかそしたらなんか、うん、東芝さんのやつだったのか、はい、1回押して何回か押したら1回が消えるっていうなんか、うん、そこありますねーメーカーによってねで、わー消えたっていうのも冷蔵だと思っちゃって、うんはいはい、なんでよーってなってあそうなんかったら消えないんだっていうので、うん、1回まで降りたんですよ、はい、でパッて開いていなかったんですよ、うん、よかったと思って、うん、タケルのとこ行ってでも無駄なこうバーッとおしゃべりしながら、うん、さっきはお前が10回というか10回行ったらよお化けみたいな男の子走ってきてからよって言ったらはなんでよって分からんけどこっちの上で何かあったのかなみたいな話をして、うん、家に帰ったんですよ、うん、そしたら玄関でばあちゃんが仁王立ちして立ってて、うん、お前変なとこ行っただろうって言われていや行ってないよって、うん、友達の家行って、うん、その時になんかちっちゃい男の子に追っかけられたけどでも大丈夫だよあっちで俺そのまま置いてこれたからついてきてないはずよって言ったらあ矢の足についてるだろってここにいたんですよ、ずっとついてるのかって言ってでばあちゃんがなんであんたこんなついてくるかって言ったらこの子が言いたかったのはまあこの団地に一緒に住んでたとその時にたまたまなんかのこう病気かなんかで亡くなられて、はいはい、で両親はその亡くなったことをきっかけに引っ越ししたんですけど、うん、この子連れて行けなかったらしいんですよ。へー残っちゃってんだ。でこの子はどこにいたいかわからないっていうのを言ってて、はい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 、でも自分なんか探してあげきれんからさって言ってお払いをばあちゃんにしてもらったって、うん、そんなお話です。へーありがとうございます。ありがとうございます。
僕結構階段喋らせてもらうときに、まあ、階段を喋るときと今日みたいな感じで、いろんな方のお話を聞いてこれってどうなんですかねっていう話になることよくあるんですよ、はい、でその時に私霊感ないんですけどとか、私は霊感ないけどこんな体験しましたとかいろんな話を聞いていくとなんかこう霊感がないって言いたがる人多いじゃないですか、はいまあ、あるっていう人も多いですけど、はいまあ、私はないんですけどっていう人も多いんですよ、はい、それなんでないと思ったのかなっていういつも思うんですね、はい、で僕の中ではその霊感って、みんな少なからず持っていて、はい、でその中で、例えばじゃあ僕みたいに見える人とか、はい声が聞こえる人その空間の中にお化けがいるっていうのをなんとなく感じれる人、はい人の形は見えるんだけど何がいるのかわからない人とか、はい、いろんなパターンの感じ方がする人がいると思うんですよ、はい、それと同じように例えば、酔っ払ってる時にしか見えない人とか、疲れてる時に見える人、はい、僕とかだったらいっぱい眠っていっぱいご飯を食べてる時に見える、はい、っていう条件があるんですね、うん、で、まあ、それを目の当たりにしたお話なんですけど、はいまあ、僕が中学校の時に、当時、まあ、空気銃が流行ったんですよ、はい、お祭りとかで、まあ、景品でよすぐこう手に入る安いやつを買ってから、まあ、みんなの間でこう空気銃で戦争するのが流行ったんですよね。で、まあ、やる場所なんてそんなになかったんで、そこら辺の公園とか行って、みんなで陣地を決めて、じゃあ上の人下の人とか、ここの滑り台からあっち側こっち側みたいな。で相手の陣地を攻めつつ相手 のそう仲間を倒していってゼロになったらこっちの勝ちみたいなことをやってたんですけど、その当時、まあ、ちょっとうちのお家がちょっと裕福だったんで、その空気銃を買ってもらった時にうちの父親にそれを見せたら、こんな安物でお前やってたらダメだって言われて、もう僕のやつなんでもう右にも左にも曲がるんですよ、まっすぐって。もこんなんでダメだっつって父親がこうロッカーみたいなとこ開けてパッて渡されたのがセンチメーターマスターって言って、結構お高い空気銃だったんですよ。これがまっすぐ、本当にまっすぐビューンと25メーターぐらい飛ぶんですよ。で空気銃なのにすごいと。で僕はこれを持ったことで、うん、まあみんなとこうサバゲーみたいなのをやるときにちょっとこうスナイパーみたいな役柄になることが多かったんですよね。どうしてもこう遠くまで撃てるから。そうですよね。それで、まあ、僕はやってたんですけど、うん、ある日友達が来て、そいつがなんかこうバンドマンみたいなカバンを背負ってきたんですよ、うん、やろうぜみたいな、うん、で「おお」って「何それ」って言ったら「もう隠し玉やばいから」っつって「うん、マジで」っつって。でそいついつも普通のこう二丁拳銃を持ってるやつだったんで、はいはい、なんかそんなでっかいの持つけどどうしたのかなと思ったら、まあ、普通にこうバーッと話してて、じゃあじゃんけんポンで、じゃあこっちと3人とあっちと3人ねって、はいはい、じゃあチーム戦でやりましょうっつって離れたんですよ、うんはい、そしたら見てくれよって、僕同じチームになったんで、うん、それ隠し玉何っつって見てくれよっつってジューッて開けてパッと開いたら、中から本当にこうスナイパー用のライフルみたいなの出てきたんですよ。本気のやつみたいな、やばっつったら、うん、その誕生日の時に親に買ってもらったって、結構数万するぐらいいいやつだったらしいんですよ、はいはい、マジっつって、これしかもスコープついてるし、これでもう俺らの勝ち決定よ。で草むらの方に入ってって、で僕もいつも同じとこからこう狙って打ってたんで、2人でそこから行って、うん、1人はもう前の方でこうパン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 やって、みんながこうやって手出してきたところを俺らが遠くから打って、手にでも当たれば当たったよっていうので手上げないといけないんで、それでもうやろうっつって、でこうやって遠くから狙って、あ手出てる、パン当てた当てたとかって楽しんでたんですよ。そしたらまあ相手チームのこの球は飛んでくるけどどこにいるか分かんなくて、でお前スナイパーなんだからちょっとスコープで探してよっつって、分かったんですよ、いたって言って、でパン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 って打ってるんですよ。でどうっつったら、あいつズルしやがったなっつって、え何って言ったら、当たってんのに全然手あげねえわっつって、いやもう一回狙うわっつって、パン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 ってやってるんですよ。なんであいつみたいな。そしたらなんかこうやっぱサバゲーとはいえ、こう戦ってるんでアドレナリン出るんですよ、はいはい、そしたらなんだよっつって、ガチャンパンパンガチャンパンパン、あいつ当たってんのに何なんだよっつって、どこっつったら遊具の上んとこっつって、えこう木から覗いても誰もいないんですよ。いないぞっつって、いやいるんだよあいつ、あれ隠れてる隠れてる、もうちょっと待って、あいつ絶対俺倒すからっつって、パンダメだなみたいな、あいつ絶対当たってんだよな、インチキだわとか言ってて、あれなんかおかしいなと思って、じゃあやっぱピンときて、
もしかしてと思って僕こうスイッチ入れたんですよ、うん、で覗き込んだら遊具の上に黒いキャップかぶった亡くなった霊がこう立った状態でこうやって周り見渡してるんですよ。で、あれと思ってこいつもしかしてそれ見えてんのかなと思ったら、ほらあいつ俺帽子かぶってるやつって言った瞬間にこいつがカチャってやってパンパンってやるから、だんだんこの弾が飛んでくるのが分かって、その草むらの方をこうやって見出してこうやって見てきたんですよ。で、やばいと思ってこいつはスコープ越しにこうやって見てるけど目あったら結局ついてくると思ったから、うん、やばいと思ってそいつの肩パッと捕まえて、うん、おいって言って、あの人には弾は当たらんって言ったんですよ僕、うん、なんて言えばいいか分かんなくて、うん、そしたら、うん、そいつと幽霊の話とかあんましたことなかったんですけど、うん、そっちって言ってやめとけって言って、うん、まあ、その人を狙わないでガンガンサバゲやったら、あのまあ僕ら勝ったんですけど、うん、あのそいつはアドレナリンがこうバーッと出ると幽霊が見えるタイプっていうのを自分でも分かってたんですよね。なのでまあ見てる方で、はい、私霊感ないんですけどとか、そのお化け見たことないんですけどって言ってる人の中にも、何かの条件が揃った時もしかしたらあなたは見えるかもしれないし聞こえるかもしれないし感じるかもしれないですよっていうお話です。ありがとうございます。なるほど、素晴らしい。この話、僕が、はい、まあ、10代の後半で、まあ、20歳になる前ぐらいだったんですけど、はい、見える人っているじゃないですか、まあ、僕もそうですけど、はい、あんまり一緒に見える人同士が一緒にいるところってあんま見なくないですか、はい、まあ、人数も少ないっていうのもあるのかもしれないですけど、はい、でも僕の中では本当は見えてるけど見えてないって自分で思い込んでる人とかもいたりとかして、はい、それを受け入れてない人とかもいると思うんですよ、はい、だから例えば僕とか、まあ後輩の早友とか、うんうん、あの辺が一緒にこう喋ったりとかすると、うん、みんなが興味を示してくれるんですけど、うんうんうん、ある時ですね、僕10代後半の時からずっとバーテンダーの仕事やってて、うんうん、その当時ちょっとこう県外から来た女の子で、はい、霊が見えるっていうことを言ってた子がいたんですよ、はい、で周りの人が、はい、ちょっとヤスと、はい、あの子そんなこと言ってんだけど本当に見えるのかちょっと試してみてよって言われたんですよ、はい、うん、いや試すも何も、はい、僕がその正解ではないからねって、その子の見え方とか、うん、僕の見え方とかで違うパターンもあるわけだから、はい、それが正解かどうかってなんかその試すようなことをしないでくれと僕が言ったんですよ、うん、でもその子にはその子にあの僕みたいなその見えるタイプの人がいるんだって言ったら、その子会ってみたいっていう話になってたらしくて、うんうん、それで、まあ実際会うことになったんですよね、はい、で会って、まあ、お酒飲みながらおしゃべりしてて、僕もお酒飲まないんでその子がガンガン飲むんで、はい、もう、はい、飲みながらちっちゃい頃とかこういうことで悩みませんでしたから、はい、あ、分かる分かるとかって話になったんですよ、はい、でまあ、気持ちは分かるけど、まあ、ちょっと見え方違うかもなっていう感じだったんですよ。なるほど、はい、で、まあお酒も進んで仲良くなって、はい、で僕初めて会ったんですけど、はい、まあまあ可愛かったんですよ、はいはい、そしたら、ヤスさんどこ行きます、うん、私沖縄出身じゃないんで場所わかんないんですけど、うん、ああじゃあそこ行こうか、あそこ行こうかって飲んでるうちに、うん、どうしよう、この後どうしますっていうのが僕誘ってると思ったんですよ。なるほど、なるほど、これはちょっと男としてあれだなと思って、うんうんうん、はい、じゃあ、まあこの辺もホテルあるし、うん、ちょ見に行くみたいな、うん、まあそのお酒買って飲んでもいいし別に、もう僕からアプローチはしないからっていうことを言ったんですよ。何もしないからって言うじゃないですか、はい、言いますね、これね。で一応ねその飲み物とかも買ってそのホテルの方行ったら、一目散にそのよく出るって言われてるホテル、いわく付きのホテルを指さして、あそこにしませんかって言われたんですよ、はい、いやちょっと僕の中でこの子もしかして霊見えないんじゃないかな、こんなモヤモヤしたとこ選ぶかいと思いながら、まあまあまあいいけどって言って、あ行こうかって言ってバーッと入って、はい、でお部屋に通されたんですよ、はい、そしたらたまたまラッキーなことに何もいない部屋だったんですよ、うん、お化けもいないなっていう部屋で、あこの部屋もあるんだこの部このホテルと思ってたら、急になんか嫌ですねちょっと待ってくださいって言って、はい、フロントに電話したんですよ、はいはい、すいませんと、うんうん、部屋変えてもらえませんかって言ったんですね、うん、はい、なんで何もいないのに、あもしかしたらこの子別のもの見えてんのかなと思いながら、うん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 、そのまま、してたら、あ分かりましたってフロントの人が言ってくれて、隣の隣ぐらいの部屋に移動させてくれたんですよ、うん、で入ったんですね、そしたら女性の霊が立ってたんですよお風呂場の横に、うんうん、
で、ここおるぞってなって、はい、ここいるじゃんってなって、いや、移動した上でいるって何なのって思いながら、まあと思って、入って、この子はどういうリアクションするのかなと思ったら、はぁ、よかった、ここなら安心できるって言ったんですよ。あ、見えてないんだって思って。で、見えてないんだったら、まあそれで別にね、まあ見えてないでしょうって言うつもりもないですし、まあいいやと思って、そこでこう、ビールを飲んでたんですよ。で、僕も普通におしゃべりとかして、幽霊、そう、ね、普段どういうの見えたりとかするのって、私の場合は、サーフィンとかすごい好きでやるんで、海からこう出てきたりとかするの見るんです。はい、うわー、それ怖いね、とかって話をしてて、はい、で、いざじゃあ、ちょっと寝ますみたいな。はい、で、そうだね、つって横に寝っ転がった時に、はい、いやー、でも、女の人立ってたら怖くて私に手出せないでしょうって言われたんですよ。えって言って、ちょ、え、どういうことって言って、そしたら、え、ヤスさん見えてますよね、あの女の人。うん、って言ったら、あの人いたら、なんかこう、なんかそういう気持ちにならなくないですかって、笑顔で。あ、そういうつもりないよっていうアピールだったのって言って、うん、遠回りしたね、つって。ここに朝までいるんだよ。で、もう一つ、僕には、オフっていう機能があるんだよ、うん、いけるよって行こうと思えば行こうと思えば行けるけど、うん、まあまあ気持ち悪いからやめとこうか、はい、でも僕も見てられないんで、はい、オフにしたんですよ、はい、でその後ですよ、ベッドに入りました。でこうやってたらカサ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 と落とすんです、うん、僕お化けとか何よりゴキブリがめちゃくちゃ嫌いなんですけど、ここゴキブリいるんじゃない、はい、と思ったら、はいはい、その女の子がわもうそういうのは よくないなって言い出して、何って言ったら、うん、やっぱゴキブリいるって言ったら、違います、え、ヤスさんもしかしておふってるでしょって言われて、おふってるよって言ったら、うん、オンにしてくださいよって言って、パッてオンにしたら、僕らが寝てるベッドの足元にいて、シーツ引っ張りながら、聞いてよって言ってるんですよ。すぐオフにして、わぁ出よって言って、結果タクシー代払って、多めにお金払って送り届けて帰ったんです。だから見えてる女の人って、そうやって自分のことを守るかもしれないんで、はい、ね、可愛いって罪だなっていう。すごい執着点なんで。ありがとうございました。年間に3、4回は八丈島に行くんですよ。で、お世話になってる、方が、すごい釣りが好きで。で八丈島ってすごい釣り、お魚いっぱい釣れるんですよね。ほうほうほう。なんで、メジナとか、いろいろ釣りに行くんですけど、うん、その時にですね、ちょっと聞かせてもらったお話で、はい、八丈島って、日本のなんかまあ、ハワイと言われてるような場所なので、うん、はい、結構まあ、水もすごい綺麗で、透明化がすごい高いんですよ。うん、はい、なので、もうサンゴだったりとか、お魚も、綺麗なお魚もいっぱいいるんで、はい、水中ダイバーの方がよく来るんですね。はいはい、で、その日も、島に来てた人たちが、いや、その水中ダイバーの人が、はい、八丈島の居酒屋さんで、いや、この島はとんでもない。うん、本当に、ね、誰の言葉か、宝箱だと。言ったらしいんですよ。本当にもう日本の宝ですよなんていう話をしてて、はい、そしたらその場にいた、店員さんの女の子、まあ、2人組で、リゾートバイトで来てる子たちなんですよ、はい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 、その子たちが、その人に、そんな綺麗だったんですか、いや今日撮っただけでも見てよって写真見せてもらって、うん、すごい綺麗だったらしいです、うん、あ、こんな深いところまでダイバーさんじゃないといけないからこうやって見せてもらえるの嬉しいですって、また撮ったら見せてあげるねなんて話をして、まあ、その日はご飯食べて帰ったらしいんですね、はい、で基本的にリゾートバイトで来てる女の子たちっていうのは昼間は、まあ、リゾートバイトなんで海で遊んだりとかするんですよ、はい、でその時に、まあ、近くの海岸でこう遊んでて、うん、こうやってバーッと女の子2人でキャッキャッキャッキャしてたら、うん、漁師さんたちが使う底を見るための箱みたいなのをこうやってバタ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 こう、はい、浮き輪に乗りながらこうやって見てたら、はい、結構水深の奥の方で、うん、そのダイバーさんが写真撮ってたらしいんですよ、うん、でうわあんな深いとこまで行ってんのってすごいなって、はい、これさ今日見せてもらうよ多分今日も来るよねとかって言ってそうだねとか言ってバーっとで戻ったんですけど、はい、その日来なかったらしいんですよ、はい、で、うん、あ来なかったねみたいな、であ今日もしかして疲れて寝ちゃったのかなって言いながら、まあ、次の日になってまた朝から海に行ってその日は島の人たちとバーベキューするっていうことで、うん、その浜辺で、うん、バーベキューしながらまたこう泳いでたら昨日ダイバーさんいたところってパーって覗いたら同じところで写真撮ってるらしいんですよ、うん、え昨日のところで写真撮ってるよってマジでってバーッと覗いてで島の人にあねえねえこの間来てたダイバーさんこっちで写真撮ってるよって言ってで島の人があそうかってバーッと来てパッてあ本当だな写真撮ってんなって言ったら
ん？おかしいなって言い出して、うんうん、おいって言って、救急車呼べって言って、で島の人が、バーンって潜っていったらしいんですよ。で、ガーッと潜って、そのダイバーの人に近づきたいんだけど、結構こう、ギリギリ耳がおかしくなるかならないかぐらいの距離だったんで、ちょっとこれ無理だっつって。で、漁師さんが来て、漁師さんバーン飛び込んで、バーンって言って、そのダイバーの人バーンって腕触って、ガンってやったら、その立った状態でこのまま、わーって浮いてきたらしいんですね。で、えってなって、その病院に連れてったんですけど、もう、亡くなって2日経ってると。要は写真を撮りに潜っていって、そこで足を引っ掛けた状態で、こう水中で写真を撮ってたらしいんです。島の人は気づいたんですよね。ボンベから空気が出てないって。あ、普通だったらボコ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 ってやるとか、ね、で水中カメラマンの人って気使うからこうボコボコ出ないようなやつをつけてるんですけど、その人は、まあ、お金がないダイバーさんだったのか、ボンベ自体普通のボンベ使ってたらしいんですよ、うん、だけどそのけ空気が出てないから、あ、これは空気入ってないぞってなって見に行ったら、水中ダイバーの人 の, 遺体がこの状態で見つかったらしいんですよ。ってなった時にちょっとプロ意識を感じたっていうのと、あ、まあ、女の子たちが前の日に見てたダイバーさんはもう先にすでに亡くなってたっていう、そんなお話聞かせてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。